まず昨年度に続きまして、平成28年度も、主に、中心市街地の中で国際交流の場を提供することと、商店街の中にすでにある海外とのつながりを可視化させるというような取り組みを通じて、中心市街地の活性化に寄与できるように平成28年度も、取り組みました。でまずは、グローバルフェスタ茨城の開催としまして、5月14日の土曜日に、水戸市南町自由広場で、開催させていただきました。でこちらでは、前年度より増えまして36団体の方々が、出展くださいまして、で、一般の市民の方ですとか学生さんですとか、近所の方ですとか約3000人の方が来場くださいました。で内容としましては、NGO 茨城の会のメンバーを中心にフェアトレード商品の販売を10団体の方がしまして、また外国料理の提供としまして約6団体の方が、出展してくださっています。でこの中で、4団体の方が4店舗が商店街の中から、出展してくださいました。で各団体の活動発表というコーナーでは、6団体の方が、JICA ですとかユニセフ協会さんはじめ、いろんな方が出展くださいました。で工作ですとか多文化体験コーナーでは、茨城大学の学生さんですとか水戸ユネスコ協会さんですとか、そういった方々が 6団体の方が、出展くださいました。でステージの方でも新たにご協力いただきまして、茨城をテーマに、茨城の活性化をテーマに活動されているバンドの方ですとか、例年通り、在住外国人の方が自国の、文化を発信していきたいというような団体さんに、合計8団体の方がステージを、たくさん盛り上げてくださいました。で、それらを行いまして、今回は、Facebook の方も、グローバルフェスタ茨城の Facebook も開設しまして、事前と事後と、報告をさせ PR をさせていただきました。で、発表ありがとうございました。連携されていらっしゃる商工課さんもいらっしゃっているので、ちょっとお伺いしたいんですけれども、その、昨年度、この事業は、今年度もバージョンアップして続かれているということなんですが、その、感じられたその、課題っていうんでしょうかね、それを踏まえて今年度どういうふうに発展するのかというところをちょっと率直に伺えたらと思います。今のご質問に関しては、水戸市としてどういった課題が見えて、それをどういった形で団体様に解消していただくかといった趣旨のご質問でよろしいでしょうか。そうですね。連携パートナーですね、水戸市さんもそうですし、この事業全体の課題というところも。そうしました。まずですね、課題というところで、やはり上がってきて、まず効果の部分ですね。今年、昨年度ですね、今お配りしております黄色いマップを作成させていただきました。ただですね、このマップ作成しただけで終わりというのでは、全く意味がございませんので、今年はですね、予算などを使って調査をして、アンケートを行ってどういった効果が上がっていくかといったところでございますので、まず、直近の一番の課題はですね、このマップを作ったことによって、今までの活動を通して、中心市街地の商店街様にですね、外国人の方がどれだけ足を向けてもらえるか、そういった企業ができたかといったところが一番の課題ではないかというふうに担当私は思っています。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。ご苦労様です。今の質問に関連してなんですけど、このマップですね、外国人の方々にこれが行き渡らないとあんまり意味がないという話だと思うんですけども、どのような形で配布はされているんでしょうか。ご質問ありがとうございます。皆さん報告の中ではちょっと漏れてしまったんですけれども、
まず第1段階として商店街でご協力いただいた37店舗の方に、まず、設置していただいておりますのと、水戸市国際交流センターさんは在住外国人の方の利用が大変多いということで、そちらにも、窓口ですとかに置いていただいております。あと茨城県国際交流協会の方にもご協力いただきまして、そういった日本語学校、日本語教室の、研修会ですとか、そういった時に配布してくださいということで、お渡しをお願いしております。で窓口の方にも設置してくださっております。でまた茨城大学の留学生センターの方にも窓口に配布させていただいているのと、他の学部の方ですとか、こういったことにご関心のある各先生方ですね、日頃からご指導、ご協力、イベント等の広報でもご協力いただいているんですけれども、そういったつながりのある先生方に、それぞれ配布していただいております。で時矢大学の、国際交流センターの方でも、ご協力いただいています。でまた、水戸国際日本語学校さんですとか、そういった日本語学校にも、年々生徒さんの数がすごく増えているっていうところで、お渡ししましたところ、全員にまず配布して水戸の町を知ってもらうきっかけに、最初のオリエンテーションの時に配布させていただきますということで、最初本当は100持っていったんですけれども、合計3